エルフリゲートはオランダ海軍が運用していたミサイルフリゲート。先行するコルテノール級フリゲートをもとに手法や航空設備などとバーターでターターシステムを搭載した設計となっており、エルクフリゲートとも称される。現在ではオランダ海軍からは退役したがチリ海軍に売却されて運用を継続している。 1974年度防衛白書で発表されたオランダ海軍の艦隊整備計画では北、大西洋での作戦を想定した任務部隊として GW 級フリゲート1隻と S 級フリゲート6隻で編成された艦隊を2個整備すると共にイギリス海峡の防衛警備にあたる3個目の艦隊の整備も盛り込まれていた。これはファンスペク級フリゲート六隻ともに 標準フリゲートの防空艦共同監視用一隻を中核とする計画であった。その後、1981年に計画は修正された。コルテノール級は計画通りに12隻が発注されたが、このうち最終年度発注分の2隻は建造途中でエリ級フリゲートとして設計変更の上でギリシャ海軍に引き渡されることとされた。これを受けて、 オランダ海軍は改めて2隻のフリゲートを発注できることになった。上記の艦隊整備計画のほか、東、大西洋やイギリス海峡、北海での軽空脅威の増大が問題視されていたこともあり、これら2隻はいずれも防空艦共同艦仕様として建造されることとなった。これが本級である。詳細は、 コルテノール級フリゲート設計を参照蒸気の経緯から本級の設計は基本的にコルテノール級のそれを踏襲している。船体と出機関はほぼ同一であり、特に出機官はトロンプ級以来一貫して用いられてきた巡航用のロールスロイスタイン RM1C と高速用のロールスロイスオリンパス TM3 バイトを組み合わせたカガーグ方式が踏襲された。 電源もコルテノール級と同じく3 0 0 0ットの出力であった。ただし、艦隊空ミサイル発射機を搭載するため、後部上部構造物は大きく変更されている。共同艦として艦隊司令部を収容できる設備を備えている。戦術情報処理装置は S 級と同系統の水庫2とされており、リンク11による戦術データリンクに対応している。 また1995年から1996年にかけての改修で、OE-82 アンテナを備えたアン・ WSC-3 衛星通信装置、およびア案、u ス u c 1 1 9 j エンシスが搭載された。一方、防空艦としての解説系に伴い、レーダーの構成は変更されており、早期警戒用のリンウッド -08 と、 対水上捜索用の ZW-06 に加えて目標補足用の DA-08 も搭載された。また1995年から1996年にかけての改修で DA-08 は3次元式のスマート S に換装されたほか公開用のデッカ1226も低飛探知性を備えたスカウトに換装された。ソナーは S 級の後期型と同じく SQS-509 が搭載された。上記の経緯より、本級では SM-1MR 艦隊防空ミサイルの運用能力が付与された。そのためのマーク13単装ミサイル発射機はコルテノール級で艦載機用ハンガーとされていたスペースに設置された。これらの重量増を補うため、手法は省かれたが、 線路前端部に設置されていたシースパロー湖艦防空ミサイルのためのマーク29-8連装ミサイル発射機は残されている。ミサイル誘導用の火器管制レーダーとしては、トロンプ Q などのターターシステムで標準的に採用されていたアン、SPG-51 ではなく、国産のスターに所定の回収を加えたスター -240 が搭載された。 また1995年から1996年の回収により、タンサムの射撃式に用いていたスター -180 にも SM-1MR の誘導能力が付与された。対艦兵器はアメリカ製のハープーン艦対艦ミサイル、対戦兵器は固定式の 324mm 連装魚雷発射艦及びマーク46モッド5単魚雷と、 いずれも S q と同構成である。電子戦装置としては S q の後期型と同じくラムセス電波探知妨害装置が搭載された。これは電子戦 CM 用のスフィンクス電波探知装置と SRR03100 電波妨害装置から構成されている。またでコい発射機としては当初からアメリカ製のマーク36スバックが搭載された。当初計画では 2010年及び2012年までオランダ海軍で収益している予定であったが国防予算規模縮小に伴う2002年に決定された予算削減により早期退役を余儀なくされたその後2004年2月2日にチリ海軍による取得が発表され2006年に引き渡されたウィキメディアコモンズにはヤコブ・ファン・ヘームスケルク級フリゲートに関するカテゴリーがあります ありがとうございます。